小杉太太は、東京都江東区出身の元プロ野球選手、コーチ、実業家、株式会社 L ユニーク代表取締役、東京都江東区出身。小学6年生まではバスケットボールをやっていたが、東洋フェニックスのキャプテンに誘われて、野球を始める。深川第四中学校在籍は、江東ライオンズに所属。 二小学籍大学附属高等学校に進学後は1年からベンチ入りし2002年春の第74回選抜高等学校野球大会に出場するが当時は背番号11の控え投手で当番はなかった高校卒業後はアジア大学に入学し公式野球部に所属して1年春にリーグ戦デビューを果たすが3年生の進学直前に大学を退学した 野球を離れて、昼はフレッシュネスバーガー原宿店、夜はバーで半年間アルバイトをしていたが、高校の恩師から誘われて、母校で練習を再開したところ、JR 東日本監督の堀井哲也が小杉を探し出して、チームに勧誘、2007年に JR 東日本へ入社した。入社1年目から第78回都市対抗野球大会の準々決勝で、 先発投手を務めるなどの活躍を見せた。2008年のドラフト会議において、横浜ベイスターズから5巡目指名を受け、同年11月28日に契約金5000万円、年俸1000万円で契約を合意。選抜の公式パンフレットにおける小杉の欄には、好きな球団として横浜ベイスターズと書かれてあり、まさに意中の球団からの指名となった。 横浜ベイスターズ入団会見の際には婚約者を同伴していた。その婚約者と2009年の元日に入籍。片通もあって出遅れたが、2軍では11試合に登板して2勝2敗1セーブ、48回、2、3を投げて、防御率4.62と成績を残した。1軍昇格後、同年10月5日の広島戦でプロ初登板、初先発を果たした。 3月28日の西武戦で9回1島で無安打投球を続けていたが、平尾博次に本塁打を打たれノーヒットの裏を逃した。その後に1軍昇格を果たすと、同年8月11日の中日戦で5回4、失点だったものの直後に味方が逆転し、プロ初勝利を挙げた。2軍では29試合に登板し、4勝5敗3西部、西武、 防御率3.03の成績を収めたが、1軍ではあまり登板はなかった。4月21日の阪神戦に先発。途中に、投手コーチである、友利りから胸を小づかれるシーンも見られるほどの不安定な投球だったものの、5回2失点で2年ぶりの勝利となるシーズン初勝利を挙げた。改造したフォームで臨み、先発ローテーションの一角に組み込まれるが、 5月17日の日本ハム戦で肩を痛め降板、登録を抹消され、以降一軍に上がることなくシーズンを終えた。シーズン終盤の9月に、右肩部分のクリーニング手術を行い、以降リハビリに努めた。2軍では21試合に登板し、防御率4.30を記録した。1軍では2試合の登板に止まった。ロングリリーフとして起用され、一時は勝利の 方程式入りも期待されていた。しかし、4度の1軍昇格、降格を繰り返すなど安定した成績は残せなかった。結果的には、プロ入り5歳下の27試合登板を果たした。初の開幕1軍入りを果たし、主にビハインド、大量リードの場面を担当した。前年よりも試合数は減ったが、請球が安定したことにより、防御率、ホイップ等を改善させた。 プロ入り後初めて一軍登板がなく、10月5日に、球団から戦力外通告を受け、現役引退を表明。戦力外通告時に、DNA から球団職員の打診もあったが、2017年11月、東京都新宿区袋町に、株式会社 L ユニークを設立し、イベント会社社長に転身した。当初は、イベント事業を行っていたが、 2018年10月の時点ではその会社は広告業を経て動画の事業にシフトしている。同年12月には中学生時代に所属した高等ライオンズのピッチングアドバイザーに就任し少年野球の指導にも当たっている。憧れの経営者は前田裕二。2021年2月17日四国学院大学公式野球部の投資コーチに就任した。 入団当初は最速時速1 4 8トルの速球を武器とする投手だったが2012年からはトモリケツの助言もあって打たせて取る技巧派に転向したこれに合わせて変化球も従来のスライダースローカーブフォークに加えシュートを取得した2013年からはテイクバックを小さくしたフォームに改造していた現役引退後にイベント会社を起業したが 現役中からセカンドキャリアへの備えとしてビジネス書を読むなどしていた。会社の初仕事として小杉と同年に現役を引退した元選手会長のカエン・也のトークショーイベントを企画した。ありがとうございます。